今年でホノルルマラソンを、8回目の挑戦だったんですけど、ここ数年、去年、おととしは、もう完全にファンダンでツアーにいた方と一緒にの一番後ろからスタートして、正確に言うと一番前からスタートして一旦一番後ろまで行って、でまた全員こうやって抜いて応援しながら行くというのを やったので、まあ、その時は自分のレースをしなかったので、まあ、それを除いたら、全部で7回ホノルルマラソンの、まあ、上位表彰台を目指して練習して、走ってるんですけど、今年が久しぶりにちょっとちゃんと練習をして、4月の末ぐらいから練習して結構気合い入れて走ってきました。で、結果は、目標は2時間、当初の一番最初の目標は、2時間15分を出して、3位表彰台に上るというのが目標でやったんですけど、ちょうど去年の今頃ちょうど1年前ぐらいからスタートして、来年は表彰台、2時間15分で表彰台出そうというので気合入れて練習したら、まあ、若干気合が空回りしてですね、開始3週間ぐらいでアキレス腱を痛めるというのが、そういう事件が起こってしまって、で3ヶ月ぐらい走れなかったんですよね。でその時点で最初に言った2時間15分ギリで3位以内という目標から、2時間20分で5番以内という目標で、スタートラインに立つまでやっています。で、まあ、自分なりにやれることを、まあ、多少こぼしたところあるんですけど、まあ、ほぼ9割ぐらい練習がこなせて、まあ、目標どおりいけるかなと思ってスタートラインに立ちました。で、スタートラインに立ってこうやって横を見たら、大迫選手がいて、大迫もホノルル走るんだみたいな。でその隣見たら旭化成のユニフォームを着た深津選手、結構駒澤大学という活躍だったんですけど、がいて、あ、ホノルルマラソンで旭化成の選手出るんだ。これもうダブルでこう見たのが衝撃です。まあ、知ってたんですけどね、走る前から。でその2人見て、あ、まあでもそういう日本人 のトップ選手も出てくる大会になったんだなって、8年間も走ってるとなんか変わってくるんだなっていうのも感じながらスタートラインになって、で走り出したら、大迫選手は3分15秒ペース、意識は3分15秒ペースで、おそらく最後までなんか淡々といったのかなっていうような感じだったんですけど、まあ、大迫選手の練習ペースっていう感じ で、この辺ちょっと前に大迫選手がいて、で自分がいて、深津選手が隣にいるというような感じでずっと進めていって、でハーフぐらいまでは一応予定のペースで、3分20ペースでずっと最後まで引き入れたいなと思ってたので、3分20でハーフぐらいまで行けたんですけど、そこまで行ったら結構足に結構暑かったっていうのもあるんですけど、足に来ちゃって、あ、終わったなっていう。あれだけ前半抑えて後半勝負で足に抑えて、あれだけ言ってるのにハーフで終わったなみたいな感じになったんですよ。去年までの自分だったら、本当に終わってました、そこで。もうダメだって思ったレースをしてたと思うんですけど、今年何が違ったかというと、ここ数年で一番準備をしていったんですよ。で、終わったなって一瞬よぎったんですけど、こんだけ準備したんだから終わっちゃダメでしょって思って、3分20で行くって言ってたレース、プランをそこで3分30まではよしにしようっていうので、ちょっとだけその設定ペースを落としたんですね。そしたら、そのまま20プラス5キロぐらいのところに行けて、で、3分30秒ペースで走ってたら、2回目の終わったなが来たんです。5キロ伸びたんだ。3分30でも終わったなと。でもそこでと、いや、あれだけ準備したん
から、うん、ここでまだ諦めちゃダメでしょっていうのが、あのそこでもまた来るんですよね、うん、そしたら今度は3分40までよしでしょ、うん、3分40まで OK だと、うん、でそのまままた5キロ行けました、3分40で、そしたらそこでまた3回目の終わったと、もう本当にダメだと思って、でもあの、まあ、もうちょい頑張りたいなと思った時に、ホノルルマラソンで車椅子のランナーがあのいるんですけど、車椅子のランナーが先にスタートしてるんですよ。でちょうどその3回目の終わったなと同じタイミングで車椅子のランナーとに追いついたんですよ。で車椅子のランナーってあのホノルルマラソンスタート真っ暗なんで、あの四隅を自転車の、伴走というか足元をライトで照らす人が四隅に掲げてるんですよね。であのその車椅子の方の後ろにこうやってつけて、自転車、車椅子の選手の方、自転車の間にこうすっぽり入って先頭走ってんじゃないかぐらいのフォーメーションで、そこで走ってたら、結構その車椅子の方があのいいペースで行ってくれて、3分25のペースまで蘇りました。でそのまま35過ぎぐらいまでその車椅子のところについてギリギリまで引っ張れて、でそこまで行ったらあともう7キロぐらいだったんで、ここからもう終わったのはもう来なかったんですけど、そのままギリギリまで行ってゴールして、なんとかあの、大失敗レースにはならず、まあ、今出せる力を出せたかなっていうレースができたんですけど、あのこのレースで一番学んだことは、あの、まあ、技術的なところもたくさんこういう練習しなきゃいけないなっていうのもあのいろいろ思い浮かぶことがあったんですけど、メンタル的なところで言うと、あのやっぱり準備をしっかりやってきた時ほど諦めなくなるっていうのが、あの本当に感じました。中途半端な準備してると、あの多分一発目の終わったので本当にレース捨てちゃって、あとはあの消化試合みたいな感じでだらっていっちゃったと思うんですけど、やっぱりしっかり準備して、あの本当にその日のために、マッサージとかも結構行ったし、あの練習を優先させた生活にしたし、食事面もある程度気をつけたし、毎日家帰ってから、アイシングと、皆さんがやってるようなケアも時間もかけてきたし、そういう生活をずっと送ってきて、あのここで終わるのってもったいないよねって、あの自然にこうやって湧いてくるようなあのメンタルが保てました。なのであのその、まあ、結果どうこうっていうのもあるんですけど、あのやっぱり準備をしっかりしてやれることを精一杯やり尽くしてスタートラインに立った時と、あれなんかあれできなかったな、これできなかったなっていうのを残したままスタートラインに立った後、あの42キロの中でいろんなことが起こるんですよ。いろんな終わったなが来るわけですよ。なんか本当にこうですよ。いろんな終わったなが来るんですけど、あのそういうのに対してすごく強くなります、準備してると。なので、皆さん目標にしているレースまで、あのまだ少し日数があったりすると思うんですけど、そこまで、その日、その時に焦点を当てると、なんかやりたくないの、眠いな、なんか眠いなっていうのがあると思うんですけど、それを超えた準備をすればするほど、きつくなった時のしぶとさにつながると思うので、あのとにかくしっかり準備をしておくことが大事なんだなというふうに思います。なので、まあ、ゴールして、あのここまでやってきたことは、目標はちょっと届かなかったけど、ここまでやってきたことってすごくあの自分の中にあのいい方向に向かってるんだなというのを感じられたので、あのゴールしてもうすぐ来年の準備をしようというふうに思って、あのホノルルであのマッサージマシンを、あの高いマッサージマシンを買って、そうです、あの日本で買うと7万5千円ぐらいするなんかのドリルみたいな、ダダダダみたいなやつがハワイではちょっと安いみたいな情報を聞いたので、あの準備はしっかりした方がいいと思ったので、すぐ買いに行って来年のために準備しようみたいなっていうあののが今回の自分の中の一番の学びでした。なので、あの時に焦点当てるんじゃなくて、あのレースでここでしっかり準備することがレースにつながるんだって
ていうのを頭の中に入れて毎日の練習を無駄にしないように消化していく。